豪邸購入と生活の変化。2023年5月22日、米メジャーリーグロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手が、本拠地近くのロサンゼルス高級住宅地、ヤーダ・フリントリッチにある豪邸を785万ドル、約12億3000万円で購入したというニュースが報じられました。この豪邸は2013年に建てられた3階建てで、床面積は7327平方フィート、約206坪に及びます。5つの寝室があり、それぞれに浴室が備えられています。また、屋外のリビングスペース、ホームシアター、サウナ、ジム、さらにはバスケットボールコートも完備されており、大谷翔平選手がマミコ夫人と愛犬のデコピンと共に快適に過ごせる環境が整っています。この物件は、もともと人気コメディアンのアダム・カローラ氏が2018年に732万7千ドルで購入し、昨年6月に離婚を機に売りに出されていたものです。カローラ氏は、ポッドキャストの人気により世界中で知られており、その毒舌キャラで有名です。彼もこの豪邸について、モダンな建築様式と家庭的な雰囲気のバランスが取れていると絶賛していました。高級住宅地、ラカニャーダ・フリントリッチ。ラカニャーダ・フリントリッチ地区は、良好な隣人関係や優れた学校制度で知られ、近年注目を集めています。地元の不動産関係者によれば、この地区の公立学校はカリフォルニア州の上位 10% にランクインするほどの成績を誇り、高校生の約 98% が大学に進学するなど、文教地区としても名高い場所です。大谷翔平選手も、ドジャースとの契約が2033年までの10年契約であるため、将来的に家族が増えることを見越してこの場所を選んだのかもしれません。大谷翔平選手は、今年4月にもハワイの高級別荘を約25億円で購入したと報じられました。この豪邸についても二棟流を貫いており、ライフスタイルの充実を図っているようです。出張カットとスタジアムでの生活。ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手は、美容師によるスタジアムへの出張カットで髪を切っている姿が公開され、話題になっています。カットを担当した、ジョーダン MVP バーバーショップの美容師が自身のインスタグラムに投稿したもので、大谷翔平選手以外にもドジャースの選手や監督がヤンキースタジアムのシャワールームと思われる場所で髪やヒゲを整えてもらっている様子が映されています。大谷翔平選手は5月31日に長くなった前髪をカットし、襟足やサイドを刈り上げた新しいヘアスタイルを披露しました。その際は、ロサンゼルスにオープンしたばかりの、シマ LA でマミコさんと共にヘアカットしたとの報道もありました。しかし、2週間も経たずして再び髪をカットしたことになります。写真を見ると前髪が再び長くなっているように見え、ファンは次のヘアスタイルに注目しています。ドジャースは、現地時間の6月7日から9日までヤンキースタジアムでニューヨークヤンキースとの3連戦を行い、その後現地時間の11日から本拠地に戻り、レンジャーズとの3連戦に臨む予定です。ファンの声と最新の動向、豪邸購入に対するファンの意見、大谷翔平選手の豪邸購入について、ファンからは様々な意見が寄せられています。結婚を機に不動産を購入するのは自然なこと。大谷翔平選手が自分の人生を好きに生きてほしいという肯定的な意見もあれば、前の所有者が離婚したこともあり、早急に売却する必要があったために安く購入できたのではないかといった冷静な意見もあります。また、豪邸自体は素晴らしい雰囲気だが、ロサンゼルスには蚊がいないのかといったユーモラスな意見も見られました。一方で、家族のために作られた家であり、住みやすさは抜群だろう。成金の悪趣味ではなく、ゆったりとしたライフスタイルを楽しめるだろう、という意見や有名人であるため、周囲やマスメディアの騒がしさが気になるかもしれない、という懸念もありました。出張カットに対するファンの反応。出張カットに関しても、多くのファンが大谷翔平選手のスタイルに注目しています。職場で髪を切ってもらえるのは便利、との意見や前髪が長いのは変だから、潔くカットして野球に集中してほしい、といった意見が寄せられています。
また、大谷翔平選手はグラウンド以外でも話題の中心にいる唯一無二のスーパースターとして、その人気ぶりに驚く声もあります。一部のファンからは、前回のカットが好みではなかったため、今回はアメリカンな感じにさっぱりとカットしてほしいとの要望もありました。また、大谷翔平選手の散髪に関するニュースが多すぎるとの意見や野球以外の話題は控えてほしいとの声も見られました。まとめ、大谷翔平選手は、米国メジャーリーグで活躍する一流選手として、その生活ぶりにも注目が集まっています。豪邸の購入や出張カットといったニュースは、大谷翔平選手の新たなライフスタイルを象徴しており、ファンの間でも様々な意見が飛び交っています。彼のプレーに加え、私生活にも興味を持つファンが多いことから、今後も大谷翔平選手の動向には注目が集まることでしょう。